エンタデチュをご覧の皆さん、おはようございます。ゆいです。愛の歌を聞かせてよ。ちっぽけなことに悩んじゃって。若者から圧倒的な支持を誇るシンガーソングライターゆいさんが2年3ヶ月ぶりのニューアルバム「Holidays in the Sun」を明日リリース。そんなゆいさんが先週火曜日、名古屋栄のラシックでラジオの公開生放送に出演しました。生のゆいさんを一目見ようと400人余りの長蛇の列ができる人気ぶり。そんなゆいさんに番組は独占取材。ニューアルバムの聴きどころを教えていただきました。そうですね、夏にリリースということで夏アルバムにしたいなと思ったんですけれども、ドライブとかでもぜひ聴いてもらえたらと思います。ゆいさんはドライブもされるんですか？そうなんですよ。その2年間の間にリフレッシュ休暇をいただいていたんですけれども、その間に免許を取ったんですよね。それでドライブの曲もアルバムに入ってます。そう、今回のアルバムに収録されている曲にはドライブをテーマにした曲が何曲も収められているんです。そこでゆいさんにご自身の車の運転について聞いてみると、合流の時とかすごく難しくって、最初はでも今はだいぶ目視でちゃんとチェックして入るようになりました。でも高速とかも大変ですよね。そうなんですよ。止まっちゃいけないって聞いて、でも車来てるよみたいな。でもすごくその言ってる意味は分かってきました。止まっちゃいけないってことはない、ね。とても夏らしい明るくキラキラしたアルバムになりましたので、ぜひ皆さん聞いてみてください。